安通温泉は、台湾カレン県たまり鎮学号座と、第30戦21.3ケム地点にある温泉。安通地区の観光地として知られている。この温泉は現地に住むワミ族には、古くから知られており、安家と呼ばれていた。これを、台湾人が、ビンナ南ン語の発音で、クレナイ座という漢字を当て、さらに後年日本人が、安通という字を当てた。 安通温泉は1904年に小農の採取に訪れた出口久美七が源泉を発見し、その後1930年代にあると警察の招待所や公共浴場が設けられた。戦後、公共浴場は人工車に接収され、引き続き浴場として運営された。1974年に民間の業者がこの公衆浴場を買い取り、 アンツー温泉を大旅車を開いた。かつてはアクセスが不便なエリアであったが、2007年に第30線の開通によって、非常にアクセスしやすくなった。戦前のアンツー温泉を大旅車と大浴場は2004年に県の歴史建築に登録され、文化資産としてアンツー温泉反転敷地内に佇んでいる。源泉はアンツー計以前後 2.3km にわたって、 分布しており、油量も豊富である。弱アルカリ性の食塩性の溶泉で、ほぼ無色。油温は、摂氏66度に達しほのかに溶渋を帯びている。pH は7から8.2、炭酸水素イオン約 2130ppm、ナトリウム4約 571ppm を含む、業者が開発した温泉のほか、地元住民が作った、露天風呂も安通り系沿いに存在している。 ありがとうございます。